はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は増山衝撃弾、ファンマは2発、そして松澤選手は初ゴールおめでとうということでございまして、昨日行われた長崎熊本の九州ダービーですねの振り返りの方をやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、昨日はですけどもね、事前に話していた通り現地観戦、してきました。僕と、僕のこの YouTube の視聴者さんと、あとは僕の友人ですねの、3人で、サッカー観戦してきました。いや本当行ってよかったなっちゅうゲーム内容でございました。そのまあ1日、昨日ね九州ダービーの、まあ、1日に関してはまた別に、動画上げようと思っております。まあ、ちょっとそんな大した内容の、動画じゃないんですけどもね、まあ、この九州ダービー試合前の、様子とかね、いろんなところ動画撮っておりますんで、そちらまとめてまた動画にしようと思ってますんで、そちらもよろしくお願いいたしますと、いうことで、じゃあこの試合の振り返りからやっていきましょうかね。こちら長崎熊本4対1と、いうことですね。いや本当ね素晴らしいゲームでしたね。まあ、ちょっと試合開始前はですけどもね、米田選手がいない、あれくしびきもいない、これどうしたもんかねちょっとねざわついた瞬間も、あったんですけども、これに関しては試合後カリレ監督がコメント残していたみたいですね。なんかこう何人かね体調不良の選手が、いたということで、多分こう体調不良の選手っていうのはくしびき選手、米田選手じゃなかろうかというところ、まだ何人かどうもいる感じの、コメントだったんで、ちょっとそこは心配っちゃ心配には、なってきますけども、まあ、しかし、ね、その米田選手の代わりに、左サイドバックに入った増山選手のゴール、いや開始1分でしたね。あのゴラッソ、まあ、入った瞬間僕はもう、3人でハイタッチをね、するというね、いや本当大興奮の瞬間でしたね。目の前であの増山選手のゴラッソを、見ることができて本当に良かったというところ、いや本当開始1分だったんで、あれでだいぶ熊本もね面食らったんじゃないかというところですよね。でその先制点の前ですけどもね、あのバウド選手がいいパスカットしましたね。あそこですけどもね、結構高い位置まで出てきてね、そこで先に触って、みたいなところだったんで、あそこをバウド選手の判断というのは正解だったというところなんで、本当ね素晴らしいディフェンスでしたね。でまあだからファンマ選手この後2ゴール決めるんで、まあ結果としては、2ゴール1アシストをねファンマ選手ね、いやこの試合ね結構得点決めた後、まあ前半20分ぐらいかな、20分25分ぐらいが結構疲れてるのかなっちゅうぐらいですけどね、結構そんな感じがしたんですけどもね、こうピッチスタジアムで見ていてね、ファンも疲れてんなっちゅう話をね3人でしていたんですけどもね。でまあその追加点の場面ですけどもね、あそこだからファンマ選手うまいことねフリーになっていたんですよね。でやっぱ熊本の選手って高さがないんです。高さはないけどもそれ以外の良さがあるね最終ラインの選手にはなってきますが、しかしまあ単純な高さっていうところが、熊本のセンターバック陣は足りていませんので、まあしっかりやっぱ捕まえておきたかったですね。やっぱりあんだけフリーでねヘディングされてしまうと決めやすいというところで、やっぱこうねしっかり体マークして競り合うだけでもちょっとこうファンマ選手の重心がぶれてみたいなところもあったのかもしれませんが、ちょっと競り合うことすらできなかったんで、もちろんそこファンマ選手の、抜け出しもうまかったんでしょうけども、しかしまあ熊本の選手からしたらですけどもね、あまりにもちょっとフリーにさせすぎたかなっていうのは感じましたけどもね。で、3点目のだからコーナーキックもそうなんですよね。3点目のコーナーキックのファンマ選手のヘディングのゴールのシーンもそうですけども、あそこもだから、ね、センターバックがファンマ選手を、まあ、逃がしてしまってというかね、楽な形で、打たせてしまっているんで、ちょっとそこのマークのつき方かな、ちょっと守備のやり方としてはちょっと熊本もったいなかったのかなっていうのはやっぱりあります。やっぱこう少しでもね先にファンマ選手が触るとしてもですけども、やっぱこう競り合うだけでもねちょっとファンマ選手がね、ずれてみたところあると思いますし、やっぱ何もこうね競り合うことなくファンマ選手が2点とも決めていますんで、そこはやっぱファンマのうまさでもあるんですけど、ちょっと熊本からしたらもったいないかな、なんとかできなかったかなっていう失点シーンには、なってきますね。でその熊本ですけどもね、いや正直ね結果は 4-1 なんですけども、んやっぱうまいですよね。特にこうね島村選手、竹本選手の推進力もそうですし、で平川選手のゴラッソもそうですけどもね、まあ、この熊本の1点、平川選手のミドルですけどもね、もうあれは平川選手を褒めた方が、まあ、こっちも気が楽かなというぐらいのね本当素晴らしいゴールではありました。で特に前半は右サイド結構積極的に攻め上がってね、ポケットのとこまで行くんだけれども、じゃあそこからどうするかっていうのがなんか熊本らしくなかったですよね。こうボールを運ぶとか、ね、相手を剥がすとか、ね、前進していくとか、ね、スピード上げていくっていうところは熊本さすがなっちゅう J2 の中でもレベルが高いなっていうのは感じたんですけど、この試合の熊本に関してはこうねファイナルサードのとこ超えてですけどもね、エリア内近辺はポケットのところをどう取るかってところで若干うまくいかなかったっていうところ、まあ、カットインしてそこからね壊
さはあったんですけどね、まあ、カットインしてふわっとしてクラス入れていくとか、ね、そこからシュート打つみたいなところもあったんですけど、もうもっと熊本からしたら深いところ取りたかったんじゃなかろうか、そこがうまくいかなかったらちょっと長崎がうまかったのか熊本がうまくいかなかったのか分かりませんけど、ちょっとファイナルサードのところの崩しのところはですけどもね、ちょっとこの試合課題が出たのかなという試合には、なりましたが、本当うまいです。ただ本当熊本のサッカーって洗練されていてね、間違いなくうまいし、この匠っていうのが正しいのかな、こうね、うまいっていうのもいろんなうまさがあるんですけれども、本当ちゃんとしたね監督の設計図の、もとそれをしっかりね遂行していくっていう、この熊本の選手の、素晴らしさ、そこやっぱ感じたところにはなってきますんで、やっぱ熊本のサッカーっていうのは特に現地で見ていて、あ、やっぱ面白いなっていうのを感じましたけどもね。で、長崎最後4点目松澤選手ですね。まあ正直ね反対サイドだったんですね、これ後半から出てきてね、僕の反対サイドの方で、松澤選手はプレーをしていたんで、ちょっと分かりづらさもあったんですけども、でもなんかすげえプレーしてんなーっていうのはなんか見てて感じて、あそこ剥がして最後ねゴール決めていますんで、あそこだから本当に左サイドからカットインして決めるというところでね、いやー長崎の新人は活躍してますね。松澤選手もそうですしね、この試合ゴールなかったですけども、この試合の前まで2試合連続で、ゴール決めていたジョップ選手もそうですけどもね、いや本当今年は新人選手が、活躍している印象が強い長崎には、なってきますけどもね。で、あの名倉選手のアシストミスじゃないですけどもね、最後のところねカットインしてから最後名倉選手にパスして、名倉選手のシュートはキーパー田代選手に弾かれるみたいなところあったんですけども、あそこもだから松澤選手がねドリブルで突破してくれたからこそ、ちょっとそっちの方にですけどもね、松澤選手のサイドの方に選手が集まって、逆に、ね、反対サイド名倉選手が浮くみたいなところを生んだんで、やっぱ松澤選手のドリブルっていうところは熊本も厄介な感じがしていたんじゃなかろうかというところにはなってきます。あとはだからそう、この試合先発で今週も出たマルコス選手ですね。いやマルコスは本当勤勉ですね。いやこの後話はしますけどもね、マルコスすげえなっていう話をここからしていきましょうかね。両チーム気になった選手たちって出しておりますけどもね、やっぱり長崎は松澤選手ですね。もうちょっと宮城選手がいなくなった左サイドにはなってきますが、新しいドリブラー登場ということで、いや本当長崎若い選手がどんどん活躍しておりますね。まあ2列目の争いはね本当レベルが高いものがありますけども、やっぱカリレ監督もそうですけどもね、特に外国人監督っていうのは結果出した選手はもう年齢とか実績、関係なく使うっていうところがありますんで、まあ、今後松澤選手はスタメンかどうかは分かりませんけども、ちょっとこう途中から出てきて流れ変えるみたいなジョーカーみたいな役割を与えても面白いんじゃなかろうかっていうのを感じました。ちょっと今後の松澤選手の活躍っていうところは注目して見ていこうと思いますけどもね。で、あとマルコスね、マルコス選手、いやこの試合本当に現地で見ていて、この選手の勤勉さというか、ね、戦術理解度の高さっていうのを感じました。まだ合流してそんな経ってないはずなんですけどもね、本当攻守にハードワークしてましたね。やっぱりこう自分でボール持った時はね、1本ファーマ選手のアシストミスかな、ね、オフサイドになったんで得点アシストはなかったんですけども、自分で運んで剥がして最後パス出してみたいな、本当自己完結型の選手ですよね。もう自分で運んでアシストとかそこまでできる選手なんで、一人でこうね何か決定的なことができる選手というところ、ちょっとクロスの精度に関してまだまだ分からん部分はあるんですけれども、しかしまあ少なくとも周りを使うとか、ね、自分が運んでいくとか、そこの個の打開能力っていうのは高さを感じました。で、守備のところもしっかりハードワークしてくれますもんね。しっかり体も張ってくるし、ね、そこから反転して、推進力高めてみたいなところもあったんで、この選手非常にいいですね。で、増山選手は特にこの試合やっぱ高い位置取るんでね、サイドバック増山選手は高い位置を取ったりとか、ね、相手のこうリスタートちょっと、ね、長崎の陣形が崩れてる時とかはしっかり、ね、増山選手の上がった背後のスペースサイドバックのところカバーしていたりとかしているんで、あ、この選手しっかりね自分がどこに立つべきかとか、立ち位置とか自分がどういう風にプレーすればいいかとかっていう戦術眼というか戦術理解度含めてですけどもね、その辺もやっぱり分かってんなっていう感じがしましたね。本当勤勉系ブラジル人選手ですね。で、あと岡野選手も良かったですね。本当中の人が入れ替わったんじゃないかっていうぐらいですけどもね、あんなにね一本惜しいシュートもありましたし、こう自分でね運ぶっちゅう、なかなか岡野選手の課題でもあったんですけどもね、運ぶとかねこうビルドアップのところもそうですけどもねってのもあったんですけども、しかしまあしっかり岡野選手はまあこの試合自分のね いいとこ出し切ったんじゃなかろうかっていうところには、なってきますし、あとこの試合結構だから狩出監督というか長崎がですけどもね、もうゴールキーパーから長いボールを蹴ってねファンマ選手で競り勝たせるとかね、
あとはこうサイドバックの岡野選手が相手のウィングバック島村選手ですかね、とことの空中戦勝負に持ち込んでみたいなところもありました。正直やっぱ岡野選手高さはありますんでね、うん、岡野選手みたいに高さがある選手が、サイドバックにいると、ね、相手のウィングバックと競り合うというところでやっぱ勝てますもんね、うん、やっぱ島村選手と岡野選手では高さっていうところですけどもね、岡野選手部がありますんであそこで競り勝てるっていうのも、多かったんじゃなかろうか。いや本当岡野選手良かったですよね。であと熊本の、ね、気になった選手で言うとやっぱ島村選手は上手いですね。本当上手いんですねこの選手、巧みというかですけどもね、ボールの受け方ですよね、引き取り方、パスを受けてそこから少し晒しながら受けてそこから、ね、前進していくみたいな、このボールの引き取り方も非常に上手いですし、で体の使い方も見事ですね。でやっぱ一発シュートありますもんねこの選手ですけどもね。てことでやっぱ島村選手の上手さっていうのは光ったゲームだったんじゃなかろうか。竹本選手よりも平川よりも僕は島村選手は非常に、気になったゲームにはなってきますけどもね。であとは道脇選手、やっぱりこの選手注目ですよね。まあ、今本当ね10代の選手では一番注目株には、なってきますけれども、まあ、やっぱ10と5って書いてますけどもね、柔らかいですね。あの1本あったからこれ胸トラップでしたかね、あれね、なんか多分1本胸トラップからね、いいプレー見せたんですけどもね、あそこそういう風にトラップするんだみたいなところもあって、いや本当10と5みたいな若干この強引さもあるんですけどもね、いい意味での強引さもあるし、ああいう柔らかいボールの扱い方みたいなところもやっぱり特徴なんで、いやこの選手はちょっと末恐ろしい感じが、感じました。まだまだ身長も伸びるし、まあ、選手としても、伸びていくんでしょうけれども、これ10と5っていうところをちょっと感じた、ところにはなってきました。ただちょっとあまりこうね、後半の終盤あたりちょっと目立ったところもあったんですけれども、入ってしばらくちょっと、ね、なかなかボールを触ることができなかったとか、まあ、それでも、ね、最終ラインと駆け引きはずっとしていて、打ゾーンにどんだけ映ってたか分かんないんですけどもね、やっぱりこうねボールがないところでしっかりこうラインブレイクしてみたいなね、しっかり相手長崎の選手のセンターバックを引き連れてみたいな、ね、その駆け引きはしっかりやっていたんでね、やっぱそこは上手いのかな、もう本当プロの選手っていう感じがしましたけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録すな喜ぶよ。